佐川急便社員がパワハラ受け自殺。物流大手佐川急便の男性営業係長、当時39歳が6月に上司からのパワーハラスメントなどを苦に勤務先で自殺していたことが分かった。遺族の代理人弁護士が4日東京都内で記者会見をして明らかにしたと。パワハラによる、自殺は近年極めて深刻化しているそうです。パワハラとかその職場のいじめによる精神疾患ですね。労災の認定数はここ11年で実に、10倍ぐらいまで増減しているということです。まあ、これは単純に、いじめがとかパワハラが増えたのというのか、それとも報告する人も増えているのか、今まで言わなかった人が増えているのか、それはちょっとわからないんですけども、まあ、一方で企業はそうした被害に積極的に取り組もうとしない実態もあると。厚生労働省は今年公表した調査によれば、勤務先にパワハラを相談した際に特に何もしてくれなかったケースがなんと 47% もあるということです。半分近くの企業が相談対応すらしていない状態であると。宅配便のこういう物流の業界っていうのは、まあ私もよく利用するんですけども、本当に荷物を運ぶ売れてる方っていうのはね、毎回大変だと思いますし、お疲れ様ですとね言いたくなるんですけども、かなり大変な仕事だなとは思いますしね。結局消費者が安い運賃で荷物を運んでもらうことを求めてしまいますので、価格競争になり安い賃金でこき使われてしまうという労働環境が改善しないと、職場の雰囲気も悪くなりますし、なかなか難しいところかなと思いますけども、今回は、まあ、パワハラで物流業界に就く方の、労働環境も、ね、どうにかしてあげてほしいですよね。日本人というのは真面目な人が多くて、やっぱり相手が悪くても、周りが、ね、見えなくなってしまって、それで言えない人も多いと思いますので、結局損するのは自分ですので、どっか声を上げるなり意識を変えるなりね、まあ、こういった、結局自殺にならないように、自分で発信して周りに相談するなりしてね、こういった事件というか、なくなればいいなというね、ニュースでした。ということで、本日のニュースためになったという方、チャンネル登録、高評価をいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それではさよなら。